今夜から明日朝にかけて北日本や東日本を中心に今朝よりも冷え込みが強まるところが多い予想です。明日朝6時の気温の予想を見ていきますと、仙台はマイナス3度、東京は1度、大阪は4度などとなっています。このように冷え込みが強まる原因として挙げられるのが放射冷却です。放射冷却について見ていきましょう。放射冷却、晴れて風が弱いとき、地上の熱が上空に逃げていきます。これによって冷え込みが強まるんですね。そして夜明け頃が冷え込みのピークとなります。特に明日朝にかけては冷え込み強そうなので、体調管理もしっかり行いたいですね。さあ、では明日の時間ごとの気温の予想を見ていきましょう。お伝えした放射冷却現象が顕著に効くため、朝の冷え込みは強まるんですが、日中は寒気が退く影響で気温が上がる予想です。今日よりも高くなるところも多くなる見通しです。明日は風もあまり強くは吹きませんので、日中この日差しのぬくもりには春を感じられそうです。